高濃度の木や塩素酸なので、皆さん、良い子は必ず手袋をしてですね、手がかぶれてしまいます。それそのまま拭き取るとね、気をつけてください。あと服も汚れますから、服の色が落ちてしまいますから、必ずこういう私みたいな作業服でやることをお勧めします。まずあとはこの軽く絞った雑巾でこうやってよく拭いてください、ね、よいしょ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 。はい、拭き終わりました。あとは次は塩素酸なので、アルカリ性です。だから金属とか、あとね、ところによっては使うことによって表面が変質してしまうこともありますので、ちゃんとねやった後はこう水拭きをしてやりましょう。よし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